くれない？怪奇シュガリも板についてきたな。お疲れ様でした。何ですか。申し訳ありません。積み荷を開けるつもりはなかったのですが。怪異騎手荒神が相手では無理もない。むしろよくやってくれたさ。しかし、随分手荒ではありませんか。それに、積み荷の引き渡し予定はまだ先のはずです。黙れ。キャラバンごときが私の決定に口を挟むな。あとはこちらの指示を待つように。フィムをどこへ連れて行く。何をした。害獣に首をはめて何が悪い。ましてこれは荒神だぞ。これだ。そこをどけ野良犬どもめ。以後私の許可なく勝手な行動は許さん。ん？どけ。あ？おい。分かればよいのだ。分かればのけ。よく耐えてくれた。フィム、当船はこれより入港準備に入ります。衝撃や振動に備えてください。繰り返します。このままじゃ終わらせねえ。これより入港準備に入ります。衝撃や振動に備えてください。繰り返します。Thank you.
よくもまあそんなこと思いつくものね。まして実行に移すなんて。あんただって嫌いじゃないだろ、こういう無茶は。まあね、よくわかってるじゃない。でも大丈夫なんですか？もしも人的被害が出てしまったら。そのためのハウンドだ。そしてこいつがいる。そういう話では。エイミー、無駄よ。こうなったらこの子は聞かないわ。ですけど。みんな聞いてくれ、フィムを取り返す。え？フィムが乗せられた輸送船の目的地が傍受できたんだ。俺たちはこれからそこまで向かう。キャラバンごと？そんなことしたらバレんじゃない？ある程度までは近づけるさ。そこから先は歩いていく。海域を歩いてってマジかよ。フィムのためなら私は構わない。こいつはクレイジーな作戦だ。ああ、だからこの作戦は俺たちハウンドのみで行う。俺らが行くのはいいけどさ、泥棒でもしろっての？そんな簡単に乗り込めっかな。心配すんな、海域シュアラガミを使う。海域シュを使うってお前どうやって？これまでの流れから海域シュにはフィムを狙う習性があるのは間違いねえ。確かに奴らは常にフィムに強い執着を示している。やけに海域種が絡んでくると思ったらフィムが引き寄せてたってことか。そうか、その習性を利用して。ああ、輸送船を襲わせて混乱状態に陥れる。お前たちは輸送船の奴らを守るために戦い、そしてフィムを奪還する。たまたま輸送船の近くにいたお前たちがな。そんな都合よく海域士が来てくれるもんなのかね。ん？お前たちってことはユーゴは？海域士荒神とお散歩だ。俺が海域士を焚きつけて誘導する。マジかよ、正気か？ま、なんとかなるさ。私にも何か。お前はこの話を知らされていなかったことにしろ、それで十分だ。作戦に加担していることがバレたらお前の名前に傷がつく。なんで私にこの話を？だったら初めから内緒にしてくれていれば。たとえ理由があっても仲間に嘘や隠し事は好きじゃない。私がグレイブニルに密告するとかそういう可能性だって。お前はそんなやつじゃないだよな。よし、話は以上だ。イルダ、車を一台借りる。誰も傷つけないようにね。あなたも。ああ、ありがとな。みんな準備に取り掛かってくれ。